女だぜ。わかりました。それじゃあ今度ぜひ。風間さん、お願いします。失礼。皆さん、ここで本日のメインゲスト、我が国が誇る日本画の巨匠、如月峰水先生の作品をご紹介したいと思います。如月先生は富士山をこよなく愛され、30年以上の長きにわたってその雄姿を描き続けておられます。そして今回、教え子である常磐美穂のツインタワービルオープンを祝って新作を寄贈してくださいました。ご紹介します。春節の富士です。ピアノ線、ピアノ線はあの絵に繋がれているのか。ありゃ、おちょこじゃねえか。じゃあまさかこの事件も。なんだって、常磐美穂さんが。行くぞ。富士山の絵か。ここは夜でも富士が見えるんですよ。あれはこういう意味だったのか。つまり美穂君はピアノ線付きのこのフックをネックレスに引っ掛けられたんです。キャットウォークを通したピアノ線は絵が下がるのと逆に美穂君を引っ張り上げました。なるほど。その時舞台の上には私と如月先生がいました。ではその場所に立ってください。千葉君は常磐さんの位置だ。はい。この明かりが目印で真ん中は美穂さんです。私はここだ。その時沢口さんは舞台袖にいたんですね。はい、あそこで絵の上げ下げの操作を。真珠のネックレスは？ある人からのプレゼントだとおっしゃってましたが、誰からとは。この絵はいつここに？昨日の夜です。如月先生の立ち会いのもと私どもで運び入れました。するとピアノ線の細工を一番容易にできるのは。残念ながら知らんな。そういえば如月さん、美穂君があなたの絵を買い占めて高く売っていたことに腹を立てていたそうですね。そんなことで人を殺めようとは思わんよ。それよりさっきの君らの話によると、これは連続殺人ということだが。だとしたら2件目の原君の時にアリバイのある私は犯人とは言えないのじゃないのかね。如月さんには前2件のおちょこを見せていませんから、連続殺人に見せかけて似たおちょこを置くことはできませんね。あの、暗くなった直後に誰かが美穂さんに駆け寄って何か言ってるのを気配で感じました。本当ですか？男でしたか、女でしたか？その時かすかに香水の香りが。言ったのは私です。でも段取りについて社長に確認しただけです。なあ警部殿、分かりましたよ犯人が。え？犯人は沢口千奈美さん、あなただ。違います。どうして私が。沢口さん、あなたのお父さんは正義感の強い新聞記者で、常に政治家なども不正を追及していたそうですね。あなたは父親の死後常磐に就職して社長秘書になった。ところが今回のツインタワー建設の際、不正が行われた。
美代君と原さんが相談して市会議員の大木さんに金を渡し市の条例を改正させるよう頼んだんです。父親の性格を受け継いだあなたにはそれが許せなかった。だから3人を殺害したんです。そんな、うん、だが毛利君、犯行現場に犯人が残していったあのおちょこは沢口さんと何の関係もないんじゃないか。ええ、警部殿、おちょこは漢字でイノシシの口と書きます。沢口さんはイノシシ年で名字に口がつき、2つ合わせると長子になります。つまり彼女は自分の分身であるおちょこを叩き割り、父親から受け継いだ身を裂くような怒りをメッセージとして現場に残したんですよ。おお、なるほど。眠ってないのに辻褄が合ってる。なあ！そんなのトンチが効いたただのこじつけだよ。なんだと？だって今回のおちょこは割れてなかったじゃない。身を裂くような怒りを表したいんなら。せんだよ、おめえは言うぞ！苦労してるみたいね。わかってんならおめえもなんか知恵出せよ。そうね。ただ言えることは、ミオさんがお酒で相当出来上がってたってことぐらいかしら。え？酔ってでもなきゃ、ネックレスにピアノ線を引っ掛けられた時に気がつくと思わない？真珠の玉だ！なぜこんなところに。待てよ、もしかして。風間さん、私何もしてないですよね。いや、暗くて何があったかは。あの人が犯人だとしたら。あの事件は、なるほど、あれはそういう意味だったってわけか。読めたぜ何もかも。この奇妙な3つの事件の全貌が。発電機室が爆発したってことは非常電源もやられてますね。それじゃあエレベーターもダメですか。はい。いや、展望エレベーターは動くかもしれない。本当ですか。VIP の避難用に別電源にしてあるんです。動けた。定員は大人は9人です。全員を運ぶには時間がかかりすぎます。他に避難方法は。非常階段で60階まで降りれば連絡橋を渡って隣のビートへ行けます。よし、老人と女性、子供は展望エレベーターで降りてもらおう。他は非常階段を使って避難だ。発電機室が爆発でやられ、スプリンクラーなどの初期消火はダメです。防火扉は閉まってます。
隣のビートからあの連絡橋へは直通のエレベーターがあります。よし、 A 班と B 班は電気室と発電機室だ。